で11レース1次予選3着で勝ち上がりました埼玉の山口智子選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、作戦は、小林選手が、まあ、スタートを取って前受けになりましたけども、どういった作戦だったでしょうか。まあ、そうですね、3分戦でめちゃくちゃ動いてくる自力型がそんな多くない番組だったんで、まあ、しっかり自分の持ち味出して戦えればなと思ったんで、前受けから突っ張りで、するレースを作戦にしました。まあ、そのまま突っ張って、まあ、自分のペースになったと思うんですけども、ご自身感覚などはいかがでしょうか。そうですね、ちょっとなんか重たいような感触がすごいあって、思った以上にちょっとペース上げきれなかったんで、まあ、そこはこれからしっかり練習するなり調整するなりして解決していければなと思ってます。それは暑さとかバンク的なものなのか、もしくはその中4日でちょっと感覚が近いのか、なんか要因ってあるんですか、重たいっていうのは。まあ、でもそんな体自体なんか怠けてるような重さっていう感じではないと思うんで、多分みんなもちょっとあんま軽くはないって言ったんで、多分コンディションがバンクのコンディションな気もするんですけど、まあそこを言い訳しないぐらいの足はちょっとつけておきたいです。今回ラインでしっかりと3人で決まったっていうのは、まあ、関東 の記念ですし大きいですかね、やっぱり。まあ、そうですね、勝ち上がりできたのは大きいとは思うんですけど、まあ、その 3番手にまでこう刺されて3着になるという展開はあんま今までなかったんで、まあ、ちょっともう一回しっかり踏み直せるようにはしたいですね。もうワンツーでっていう。そうですね、もう1着でちゃんと入ってこれるようには頑張ります。先ほど平原選手がトークショーで、まあ、期待の若手で山口選手の名前を挙げられたんですけども、そこはどうですか。まあ、緊張しますね。まあでもしっかり期待に応えられるように、はい、頑張ります。わかりました。ではこの後3走に向けてまた意気込みをよろしくお願いします。はい、明日以降もしっかり、自分のレースをして勝ち切れるように頑張ります。よろしくお願いします。